なぎさん、はい、石森先輩、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 NMB48 学園です、はい、では今日もお便りからいきましょう。よろしくお願いします。はい、はい、神奈川県にお住まいのラジオネーム秋川さんからいただきました。ありがとうございます。怪力の皆さん、こんばんは。怪力の皆さん、一人だけ。何なんそれ。初めて面白かったんじゃない。面白い。これが正解です。確かにね。一言でいいか分からないですね。よかった。あれのこと。どういう適当すぎるよ。これ面白い。これ面白いな。いいよ、作れましたね。はい。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。先日、サイピーの麻雀番組が地上波でやっていました。はい、芸能界の有名な雀士の皆さんを相手に堂々と渡り合い、はい、見事に1位を獲得していました。すごい。正直、麻雀をしている時のサイピーの真剣な顔は、はい、可愛さとともにかっこよさがありました。はい、サイピー、これからも麻雀頑張ってください。おー、ありがとうございます。そうなんですよ。さて今日顔真っ白じゃん。なんでや。今日白いな。はい、美白なんですよ。なんかあんな白だろ。あない。そんな白いですか。一番白い。なんでや。キリツレイ着席、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任モンスターエンジンの大林です。では早速出席を取ります。渋谷。はい、東京の渋谷といえばハチ公前、本社は大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで。大阪府出身22歳の渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして村瀬。1、2、3、2、2、3、4がなくてもやっぱり3、サイピーこと村瀬です。よろしくお願いします。はい、お願いします。最後西森。この間とか昨日ですね、はい、ギャロップの林さんと、うん、一緒に今ご飯食べてる時に、はい、あの林さんの頭を、おしぼりで拭くというノリを僕が勝手に始めて、なんか言うたんびにちょっと何回も何回も計100回ぐらい拭いた頭をね。面白そう。頭っていうか、まあ、デコからの頭のね、どういう、まあ、どこまでがデコか分かんないですけど、まあ、ツルツルの部分を名乗んでね、もう年末なんで、はい、多分今年1年で林さんの頭昨日一番キレかったと思います。こんだけ吹きやな。そんだけ吹きやね。ピッカピカになってました。それ向かい合って座ってて、まあ、横に座ってて、あ、横に、あ、横に座っててずっと吹きました。何そのノブ。お地蔵さん。ほとんど覚えてない。吹いてたんだけは覚えてるんですよ。そんなことない。はい、麻雀番組。はい。はい。の話ですね。そうなんですよ。地上波で。はい、すごいね。あの、関東だけなんですけど。あ、はい。普段は、あの、配信の方でやってて、はい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 、でそれで、あの、萩原さん、萩原雅人さんと、はい、あと岡田さんと、増田岡田の、あ、違います。岡田って一本目、岡田紗友香さん、モデルさん、あのモデルさんなんですけど、はいはいはい、岡田紗友香さんと、あと信子部の徳井さん、ああ、うん、徳井さんね、はい、と歌してもらって、それで買ったん。そうなんですよ。すごくない？いや、めっちゃ、私もその実況席みたいなとこで、はい、その番組見させていただいてて、誰が座ってるの。誰が座ってんの。知らんやん。だって知らへん立場からして。あ、なるほど、なるほど。見るって。ほんで鈴木太郎さん、麻雀の、はいはい、すごい方と、はい、あとトレンディエンジェルのたかしさんもめっちゃ麻雀が強くて、強そうやな、強、その二人の解説を一緒に聞きながら見るっていうので、もうほんまにみんなが引いてました。強すぎて、強すぎて、もうこれはほんまにめっちゃおもろいやん。それ絶対巻き返し取れないぐらい、さえ様が独走してて、さえ様めっちゃ気まずそうでした。8万点ぐらいで1位で、最後、はい、え、だって2万5000円ね、初め。あ、そうです、そうです。ほぼ全員の奪い取ってるよ。なんか、そう、でもその時もすごくて、ツモが、なるほどね、はい、すごいな。よかった。すごかった。何も知らへん私から見てもめちゃくちゃすごい光景っていうのを分かって、なかなか見れないよこれはって言われました。あ、こんなに強いの、はい、面白いよね。そんだけ引き強い感じの、面白い、面白い、相撲がそんだけ良かったらな、面白い、見てる側もおもろいね。面白かったね。アイドルが一人混じってて勝つって、あんま見たことない。そうなんですよ、ほんまに。萩原雅人さんなんか相当強いよ。そう、しょっちゅう出てるよ麻雀番組。はい、そうですよね。徳井さんもたまに出てるもんな。徳井さん、僕プライベートで打ったことありますけど、うん、だって徳井さん電車で暇な時、
あの自分のなんていうの、麻雀を勝手に自分一人で頭の中でやって、うんうん、でこの範囲の時にこれ来たらどれ捨てようかとか言って考えるらしい。すごい、すごい。そんな遊びする人おる？すごいな。めちゃくちゃ貧乏な子供やったら分かるけど、プロとかやったら分かるけど、プロやったらまだ確かにするぐらい好きで、めちゃくちゃ上手やから。すごい。でもなんかさや様はもう新人みたいな感じの、はい、その4人の宅の中で、はい、そんな感じの最初感じだったんですけど、初めはね、でもめちゃくちゃ勝つからめっちゃ空気悪かったですよね。めっちゃ気まずそうに、ね、そんなことはない。勝っても別に悪くないもんね。悪くないけど、うん、みんななんかびっくりしてた。そう、びっくりしすぎて、うん、またやんみたいな。苦笑いもん。はい。そのうちな、そんだけ爆災があるんやったら、うん、天宝とかやりそうやけどな。わあ、してみたいです。サイピーの天宝だいぶおもろいやろ。サイピーの天宝は爆笑やと思う。YouTube100 万再生や。すごいことね。マージャン始めてまだ全然経ってないやん。そうですね、番組始まってからは1年ぐらい。それでもう上級なんや。いい、すげえな。なんかでも運がめっちゃ強いみたいな、実力と運、うん、まあなんかね、うん、強い豊かてな、そんな7割運の3割実力みたいな感じで言いますもんね、麻雀は。めっちゃすごいって褒めてました皆さん。あ、そう。はい、その時もうな、もう天宝出してほしいわ早く。出したい。なぎちゃん分かる、天宝ってあの最初こうなんていうの、一番最初こう配られたやつパッて上げた時に、うん、もう上がってる状態、天宝、うん、あるんですかそんなことは。天宝出たら死ぬっていう。そう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 。それぐらいもう無理やねんすごいか。そう、でもなんか放送で1回だけあったらしいです、なんかそれが動画に1回だけ、なってるらしくて、死んだのかな、誰か分からんけど、嘘でも死んだふりしてほしいよな、うん、天宝出た後うっめちゃくちゃボケ、めちゃくちゃボケ、そのボケしてみたいな。いずれね、さえ様の天宝が、すげえな。でもそのさえ様が買ってくれたおかげで、うん、はいはい、NAB40 とか1月1日に元旦公演するんですけど、はい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 、それがその番組からジョジョ園のめっちゃいいお弁当の差し入れなんです、はい、そう、メンバー全員にそのジョジョ園の、あ、スポンサーの一つでジョジョ園が入ってたってこと。あ、違います、違います、ご褒美で、あ、私が1位だったらこのご褒美っていうので、はいはい、決まってたんや、はい、そういう風に、はい、全員に振る舞うってことだ、全員で、全員、もし、うん、そうなんで、ももしさえ様が負けたら、はい、そのメンバーが4人ぐらいゲストで、はい、でさえ様がいたんですけど、はい、全員でその自腹でジョジョ弁当を払わないといけない、全員分、それ大丈夫なんそれ。っていう法律上賭博になれへんそれ。大丈夫なん、大丈夫、大丈夫、物やからか、はい、物やから、お金じゃないから、お金じゃないの、ガチガチなんです、だから、はい、めちゃくちゃグレーな感じがする。まあそれは大丈夫か。はい、大丈夫です。何人かでやって8万なんぼ点数を取ったことで、うんうん、もう死ぬほど顔が白いっていうこと。いや、そう、白い、間もなく死ぬっていうこと。今白やから、白いやろ今日、白いよ今日、白い、いつもよりだいぶ白い、今日白い、俺が見ても白いな、白いよな。死ぬんか、死ぬかも。萩原雅人さんとかを打ち負かしたことで、はい、もう死ぬんかも、運を使い果たして、うん、危ない危ない、行きます。最後白になって死ぬ、はい、綺麗な死に方、綺麗や、綺麗けどな、うん、それはそれで知らないですよ。では、授業を始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組ではあなたからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見、また私たち NMB48、 何忘れてんの、また笑ってるすぐ笑って、今日前歯吐く、前歯吐く女、前歯吐く女、勘してんのそれ。四つ揃って、勘し、はよ勘し、それイカさんの自分の範囲まで一緒に勘して持てるやん。イカさん、前歯勘し、イカ様、8個で、8個ぐらいで勘してる。イカ様や。いや、じゃあ今日もこの仕事が、怪力が気になってるのか。何が仕事がこのラジオだけだったんですよ。一日あんま喋ってなくて、なんか全然声出えへんなと思って。あ、なるほどね、はい、黙ってたんやずっと今日、はい、何がおもろいのそれ。全然関係なかったやん。今日私声出えへんわーってクソクソしてた。喋ってなかったやと思って。何がおもろいの。やめてください、そんなんで笑う。早いよ、満開。
私たち NMB48 そしてモンスターエンジンさんの質問機も何でも OK です。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう。 NMB48 学園こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。さあ、1時間目の授業です。1時間目は芸能の授業です。今日の芸能のお題はアイドルの25年後ということで、25年後もアイドルとして活動してみてください。ではサイピー、問題も読んでください。はい、25年後のクリスマスにライブをしなさい。はい、25年後のクリスマスにライブをするのはサイピーです。では行きましょう。お願いします。皆さん盛り上がってますか？サイピー最高、25年経っても綺麗なまま、奇跡のアラフィフや。ありがとうございます。いやー、こういったライブをさせていただくのもおよそ20年ぶりです。 NMB48 を卒業して、結婚、子育て、そして離婚、汗、二度目の結婚、そして二度目の離婚、いろいろありましたが、なんとか生きてきました。サイピー、3度目の結婚は僕とお願い、65歳になっちゃったけど、まだまだあっちも現役やで。何言うとんねん。皆さんもしぶとく生きていたみたいですね。髪の毛が薄くなっている人も多いみたいですね。サイビー、再び会う日のために頑張って生きてきたぞ。痛風で死にかけ死にかけ頑張って生きてきたぞ。痛風でちゃんとオーンってやってもん。途中でこんな感じガラガラガラってやってるから、今日はこんな急にガラガラ頑張って生きてきたぞ。なんで急にガラガラってなってる。おかしいな。水飲んで頑張って生きてきたぞ。ほらガラガラなんでや。今日はもうこういう感じなんや、多分今日はこういう感じ。俺も喋ってへんぞ。一緒ですね。頑張って生きてきたぞ。痛風で足がしびれてきたけど、座らず最後まで立って応援するぞ。大丈夫かな、ライブ中にちょっと体調悪なってるけど。あ、皆さんもう年ですから体には気をつけてください。そして来年もこのクリスマスイブにぜひ参加してくださいね。サイピー、来年のクリスマスは二人っきりで過ごしたいぞ。来年はサイピー48歳、オイラは66歳。あ、結婚したい、一回ぐらい結婚したい。時間が経つのは早いもので、これが最後の曲になりました。俺じゃなかったもんや。ちょっと待って、俺じゃなかった。時間が止まれ、時間が止まれ、時間が止まったなら動かないサイピーを俺のワンルームの部屋に連れ去って毎日眺めて過ごすぞ。聞いてください、ワロダピーポー。俺じゃなかったんや。西森やと思って喋った。ラジオ診断、ラジオ好き Yes。 モンスターエンジンさんが好き Yes。 NMB が好き Yes。 そんなあなたにぴったりのラジオはNMB48 学園、こちらモンスターエンジン組。それでは早速聞いてみましょう。どうぞ。